私はこういう機会ではあまり話をしないというかさせてもらえないと <laughs> いうのが正しいです、ね。理事長からも外部へのオフィシャルコメントはするなと <laughs>、えー、顔は川上同じことを言ってもですね 1, 1のことを言っても川上幸子はそれが100ぐらいに伝わるんですけど僕の場合0.2とか1とか。あのー 伝わらないんですね。それはあのメラビアンの法則とかってやって、もう見た目一番でですね。という誤解をなるべく受けないように戦略的にやってますが、クローズドの回なので今日は、えー、お話をさせていただきたいと思います。割と今日はしっかりした格好でいつもはですね。あのアディダスであのジャージで朝起きて、そのまま出勤という形を続けてえー、これる npo のレベルです。では、この冊子について紹介したいと思います。 えとこの冊子はですね私どもとは企業のコラボレーションというところでえとこういう形で私どものミッションを果たしてえ受益者である患者家族に情報を届けたいというものをやったわけです。で、このスライドはですね私が講述をしたところですね新しく入ってきたスタッフがこ,れこのスライドは僕絶対に作らないですねこん,なこんなあれはできないですけどく作ってくれました。僕たたちずっっと思ってたのは 患者さんに患者の立場に立ったご家族の立場に立った情報発信をしたいなと思っていました。で世の中にあるがんの情報というのは必ずしもです、ね、患者さんが欲しい情報あるいは知っておくべき情報というのではありませんでした。一つの企業が情報を発信するときにその周辺情報は出しますけれども患者家族の視点に立って情報があるというのはなかなかなかったので。 どういうことかというと、お金でペケが出てきて、すぐに意味がわからなかったんですけど、これは財源がないということなんです、おそらく。自力でこの冊子を作ることができないということですで。これ、単価に直すと、広告代理店の方とかいろいろ分かると思いますこっちは32ページで、どれぐらいかかるかって、多分分かると思います。を作った。ここには、日本を代,する代表するメディカル医療ライターが入ってますし、チェックが入ってますし。 カラー印刷をしどうしたという旅費もかかるいくらかかるかっていうの大体分かるとお金が完全的になるでこれも頭を下げてお医者さんの前でペケって出てあるんでこれ僕製薬にいたので分かるんですけどここに例えば柳沢製薬と書いてお医者さん持ってってもかなりの確率でゴミ箱に行くというのを実感していました普通に考えれば製薬の方も分かっておられるんですが 予算があって何か作らなあかんというミッションを持っている担当の方は作るんですよ。それが届くかどうかという評価項目ゃなくて。で、単独でやるのは難しい。普通に考えればみんなそう思っているはずです。僕らもそうだし、企業の方も思っているし、最前線で顧客に一番近い企業の方々、完全に分かっているはずです。じゃあどうしようかということで。 一番初めに取り組んだのが卵巣がんという冊子、真ん中にありますねで。でこれはですね伝えるのは、今日この後お話をいただくようなメディアサイトさんというような今、がん患者が情報を得るのはインターネットがナンバーワンなんですよ、間違いない。これを冊子をベースの冊子、基本情報を作ってメディアさんでそのリソースを提供いただく。ファンンディングは 企業に出していただくでコンテンツは私どもが患者視点の情報で作るということですですからこのファンディングをする製薬企業に求められるのは第一義的に必ず患者さんにベネフィットを生じさせることができるプロダクトを持っているということですでここはですねお金があれば何でも我々がやるかというとやりませんお断りします ですから、これができたときに広く患者さんに届く、この中にはこの企業のブランドのプロダクトが入っているし、メディアの方はこの情報を届ける媒体というものがどうであるかという訴求もできるということであります。その時に私ども,も製薬会社だけですと、 やっぱり同じように届かないのでいろんな会社の方々にクレジットをここに入れていただきます。今これ3つなんですけどもどんどん入ってくる予定です。でこれはクレジットを加えるときのコストを見ていただいて継続的に増刷をするという費用に充てます。あともう一つすごくリソースはですね協業するとですね、えー、っとこの冊子なんですけども 1>, 1週間連続で MBS さんという純金局ですね、関西の。そこが1週間ずっと夕方のニュースで10分ぐらいの特集を組んでくれました。一緒に作ったからです。もし10分間視聴率10%、広告費と換算すればいくらになるかというのも、これも分かると思います。それを私たちはこの冊子を作ることで得たということになります。テレビ局さんは 例えば、がんの専門的なその情報のコンテンツを外部に委託すれば、いくらかかったかというのも計算できます。それを我々と共有することで、協業することで、えー、コストをリダクションできるというところを1個ずつ埋めていくとです、ね、最終的に届く率数というのはもうどんどん広がっています。で私ども NPO で、えー、この冊子を病院に拠点病院百397ありますけれども、 それを送るとですね、病院行ってみてください、相談支援センターということこれが並んでます、大変うれしいことです。はじめはですね、もう、えー、アカンダルの過去で送り倒しました。CNJ はもうゴミいっぱい送ってくから迷惑やなというところから始まって、今は相談支援センターの方に大変感謝していますという言葉をいただけるようになったので、えー、送り続けること、それと、えー、民間会社、保険会社さんというのはですね、強力なリーチの。 アシストをしてていいただいていますでびっくりしてもらったのはです、ね、この製薬企業,企業のスポンサーの方は、こういう冊子というのは年間企画の予算で作るんです、大体。で作って配りきったら終わりなんですけど、増反を繰り返していて、なんとですね、全30万部を超える発行になっていますまだどんどんん増えていいるという状況です。 私たちが届けることができない受益者のリーチをしますし、製薬さん、あるいは生命保険会社さん、あるいは化粧品会社さん、さまざまな業者の方々が届けることができないところに情報をみんなで協力して届けます。今言ったことはそうですね、全部考えました、この冊子を作るにあたって、どういうステークホルダー、どういう企業、どういう方々がどういうメリットをちょっとずつ共有すればいいか。 どこか一個だけがですね、どこの企業だけが利益を出すとか、いいお目をするというのは、もうこれからのスタイルではないと思いますねで。それを昔は玉虫色と呼んでました、玉虫色のなんとかやなというふうに言ってましたけど、大いに結構玉虫色、灰色っていうのを僕らは思っています。究極の美しい灰色っていうのですけども、みんなでちょっとずつ皆さんの利益を考えて届けるということです。協業によるメリット すごくでも苦サッシの特徴は先ほど言いました患者さんが知って知りたい情報というのはまああんまり良くないんですよ僕はずっと僕が知りたい情報というのはもうハゲたくない情報ですよでももうこれは悲しいからハゲるんですよねでそのハゲない情報を探すことの,あの間のケさというのは僕はよく分かってますでも美しくハゲて 生きがいがある社会を目指すことができると思うと知っておくべき情報というのがいっぱいあります。どうもヨーロッパに行くとハゲは持てるとかですね、いうような情報もあるわけですよね。ということと、あと、ペーシャントボイス、新たに病気になる患者さんがもう一回同じことを悩まなくていいように、この中には患者さんの声を入れています。それで励まされるという方があの多かった。 でこの2年間で,すか2年間で12、13冊、で今、制作中ものものが4、5冊、来年のプ,ロプランも今、作っているところですけれども、えー、素晴らしい患者さんにとって情報を届けることができて、最終的には国立がん対策情報センターというのは、たくさんの疾患に冊子を作っていますけれども、あるいは公共の財産、税金等を投入して作っていますけれども。 私どもは民間の支援を得て、民間の意地を見せて出すと、これはアメリカでもヨーロッパでもそうです、そういうものになりたいなと思っていますし、どうぞこれは使ってください、どんどん使っていただいて結構ですので、データでも提供をされしていますし、例えばウェブサイトで広げるということができれば、メディアサイトさんのように媒体を使ったセミナーを発信していいですし、これビジュアルセットっていって、これが全く同じものが。 えっとパワーポイントデータでダウンロードできるようになってます。患者さんにこれを使ってもらってもいいし、ウェブコンテンツ、Facebook、SNS 等でも広げるということをやっております。したがって今後もですね皆さんとどんどん協業できるようなコンテンツを考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。簡単に紹介いたしました。どうもありがとうございます。